今日の休み誰だっけ。なんで。日直だから。取り替えさんくらいじゃないの。そんな子いたっけ。私会ったことないけど。私もないよ。みんなそうなんじゃない。ちょっと待って、何、学校の階段的な。ちょっとやめてよ。単に不登校なだけで入院してるって話だよ。そっか、なんか申し訳なかったな。いえいえ、ずっと休んでいた私が悪いわけですし。生きよう。面白いことをおっしゃる。はじめまして、鳥飼ひばりです。はあ、途中まで本当に私生きようか何かと思いました。ごめん。みんなに見えていないんじゃないかって。大丈夫、ちゃんと触れるし。いえ、私が悪いんです。ずっと休んでいた私が。私は柊明。猫山すずだよ、よろしくね。あきちゃんと猫ちゃんか。あっちゃんとにゃんちゃんだね、よろしく。ニックネームをつけて清田だと。眩しい。おっと、部活行かなきゃ。おー、行ってろ。じゃあ猫山、鳥海さんもまた明日ね。はい、また。私が明日も無事来れたら。そういうボケは次から怒るからね。あっちゃんはいい人ですね。聞きなさい。猫山さん、部活に行きましょう。あ、猫山さんがなんか知らない可愛い子といる。何事。あなたにも見えるんですね、私のことが。ついに現れた、私にだけ見える美少女の幽霊。ごめんね、この人はこういう人だから。あらら。なんだ、そういうことか。そういうことです。私は A 組の犬神八千代です。よろしく。ワンちゃんは A 組か。じゃああの子知ってるかな。あの子、メガネで茶髪で真面目を絵に描いたようなバナナ好きの。最後のいらないでしょ、ひばり。あの子です。っていうか、なんで学校来てるの。来たいから来てみた。来るなら私に連絡してって言ったでしょ。そしたら一緒に。私、したよ。何度も何度も心の声で。気づくか。病院携帯禁止なんだもん。当たり前よ。好き。私とさっちゃんは幼馴染で、小学校からのお付き合いです。私、さっちゃんがいなくなったら死んじゃうかも。嬉しいんだけど、ひばりが言うと異様に重い。いいじゃない、ヘビーラブ、どんと恋だよ。あなたは黙ってて。今日まだ来てないね、鳥海さん。そうだね。そんな子初めからクラスには。覚悟できてるってことよね、鳥海さん。